うん、雑談考察チャット禁止えー何か質問ございますでしょうか大丈夫ですよーつべ <laughs> のアーカイブ見た俺のポケモンスナップはい、ないようなので、始めさせていただきたいと思います最近のお気に入りよろしくお願いします DVD? あ、売ったよあれ <laughs> いや、レイノオクです 今日は穏やか進行穏やかに行きます間もなくゲームスタートです身分を確認してくださいツイッターに詳細書いてあるどうやって打ったの目を閉じてください <laughs> <laughs> あみんなバグってたっぽいねさあ 狂人ねまあレイノーで出ます返金ダメって言われるかもななんかねスチームのゲームは2時間以内のプレイやったら返金可能らしいあこれダメだこのゲームと思ったら返金できるっぽいよ <laughs> 切れねえよ 夜夜たすぎりしないでくださいみたいな起伏の激しい人やと思われたらないかんでしょ穏やかですよ私は穏やか愛を育む <laughs> ほらなんて穏やかなんだろう 2>, 2番霊能仕様の狂人じゃないの仕様発言してくださいおはようございますおはようございます <laughs>、えっと、人の札久しぶりなんで考察伸びないと思うんですけど <laughs> 何悪てんねん <laughs> お前 <laughs> <laughs> でえっと占い師です私占い師ですでえっと7番さんがランダムでえっと村人って出ましたです 村人<と>村人営ですけどね。雑なぐりする人見たことねえよ、最近。<laughs> とりあえず回します。<laughs> えっと、対抗出たら嫌だなと思いながら、新目取れるように頑張ります。以上です。どうぞ。どうぞ3番のプレイヤーは発言してく,してください。はい、お願いします。村人人営です。2番とまず結果言うの遅いね。遅いよね。まずその保険かける必要なくって、 真っ先にね、自分が初心者とか慣れてないんやったら、まず結果を言うべき。なんか、あたかも<あ>なんかどこかを選んだかのような感じで発言していた印象を受けた。うんうん、で、まあ、僕なりの進行論は、やっぱりね、役すかしとかそういうのはやめよう。うん全くムラリがないから、それはその役職の人とか、まあ、自分も含めて、自分も持ってるかもしれんよ。うん。その人に任せたらいいと思ってるうけど、霊能に関しては、その霊能については、まあ、 その人に任せたらいいんじゃないってぐらいです。はい。まあ、2番さんの印象はかなり悪いとだけ言っておきます。以上。言し、うんまあ、そうだね。はい、発言します。おはようございます。えっとね、あ村人陣営しようございません。そうですね、ごめんなさいね、たすきりっていうか、うん、操作が頻繁すぎますって出たから。 それでフリーズしちゃったんで、ちょっと抜けてました。うんうん、ごめんなさい。えっとね、2番さんに関しては、僕も三番さん一緒で偽要素、ね、偽目で見てる。あのね、やっぱりね、2番さんがね、4番狼くせうん、どういう状況にいるかっていうのを、俺、あんまり知りたくないっていうか、うん、<れ>知らない,いことだから、かち,ちなみにやっぱり、あの、あなたが恨めが狼と、結果っていうのはあないよねなる、うん、まあ、そういったところで、2番さんは、まあ、 目で見ているそこ3番さんと一緒でそういう発言もあってでししもできい,てていやー変なことしないとこからでいいのかなうん俺3番さんの印象はすごくいいこれ占い師王ありだよね色はつけられないけどすごくいいって言って,言ってねうん 2>, 2が黒、まあ、2> もう2が黒ならこっち白負けないす、ねうん、るんだから、まあ、多分盤面が固まるまではねどこ釣りっていうのもまだ確定はしないから盤面決まってから釣り位置は言うけれどもうーんまあ例えば占い師を 二人出てきて9、8あたりが黒いからってその六、ね、とかで占い師匠来るなら9、8あたり囲うのありのかっていの俺あんまり好きじゃないやり方かなーって感じですまあ皆さんと意見が合う合わないかは分かんないんですけどねとりあえず5番んに回します以上ですなんか妊娠な気すんなよねーなんでー5番 のプレイヤーは3、4の考察と俺は真逆だね。俺は2の親名がめちゃくちゃ高いと思って聞いてたからね。ああその3、4は親名を下げに来たのかとまあ、正直ね、人外だったら2の対抗に出たくないレベルで、俺は2の親名が高いと思ったね。うん、まあ理由だけどね、まあそれ発言だけ見たらなんかね、あれだけど、久々であんなこう慣れない感じのやつを、あれをじゃあ3、4は演技だという意味で受け取っていいんだよな。 俺にはナチュラルさしか感じられなかったけどね。最高の占い師とか占っちゃうレベルの俺は新明がありそうな気がしててね。まあ、俺はあくまで俺の印象だから。別にそれで俺を黒く思うんだったら別に持ってきていいよ。俺は反論するからね。そこだから3、4が一気に新明を下げてきたんだよな、ね。俺普通に2の新明があるから、これ陣外出づらいんじゃないのっていう目で見てるけどね。俺は2の新明がめちゃくちゃ高いから、俺だったら正直出れないね、これは。それでも3、4は一生懸命2の新明を下げて出ろよって言ってるように聞こえたかな。んまあ今のところの印象だけど。 6番のプレイヤーは発言してください。てくださいはい、おはようございますうん。2番さんの発言ね、2番さんが死んだったら頼りないなっていう発言、発言っていうか、頼りないなってぐらいの印象しかないけどね、うん、だから5番さんが2番さんを猛烈に死んでみる理由もわからないし、3、4が2を偽で見る理由もわかんない 2>、うんうん。2番さんに対する印象、その程度ですね。うーん で、役は本人に任せたらいい。うん、片白が黒いから占いシーン切るのは嫌いって4番さんは言うけども、それは片白がめちゃめちゃ黒いを発言したら、うん、どうしても真に見えなくなるのは仕方ないんじゃないかな。うん、だから片白を出された人は、黒くなったん普通に黒い発言をしなければいい話だし、4番さんの進行論はよくわかんない。345だったら進行論の違いだけど4番、4つられるかも以上です 7番のプレイヤーは。 発言してください。はい、占い CEO で四番で白が出てます。四で白が出てる。二は普通に狼で考えています。三、えー、の二に対するツッコミはまあ普通っぽい。僕は普通だなって思ったんで、三は結構村寄りで見ている。四も別に強靱要素はなかったと思っている。レイでそもそも出るだろう、それならっていうところ。五番が二をやたらそこで死んでみるっていう発言と、六番が四を叩いたっていうのは光りかりますが、四、えー、は白です。えー、僕は結構。 3を白目で見て5 6どっちかオオカミで2番の相方なんじゃないかなっていう風に見ていますがその辺もう一周発言聞かないと5だったらちょっと露骨すぎだなっていうところですでこの後891にいる霊能者さんは絶対出てください1周目に出てほしい僕は2番オオカミで見ているこの後霊能多分2人出てくるんじゃないかなと思う以上だ終了は押せない8番 のプレイヤーは発言してください。はさいおはようございます。村人陣営です。えー、っと、まず占いに関しては。二と七ですよね。二番さんは。うーん、しにやったり頑張ってって感じかな。二番さんしにやたり頑張って,って感じ。ただ七番さんは。二番さん人狼追って、四が白で取って、三は結構白目見て、五、六相方。二の相方は五、六にいるんじゃないかと。 まだ891の発言残ってるのに。だって8 9に2人いるわけだからな。うん、7番さんもう一回聞きますね。7番さん交差す納得いかないんで、えっ、ー、とね、9一で出なければ七番さん納得いかないんで、2番さんのこの後の発言によりますけど、今の七番の発言の交差す納得いかないんで。うん、納得いかない。今ったら2番が進化なと思ってます。でも2番も交差しないんでわかんないんですけど、もう一回聞きますね。今の七番の占れないで4番白で56に相方いるのかなってのは、ちょっと納得いかないですね。うん。<laughs> っていうのも、2 7番目線二番を豪華に見れるのであれば、五、うん、番さんはがっつりライン繋げにいったんですよ。三と四とは真逆だ。うん、俺は2位を新名だか俺が人間だって出れない。こんなライン露骨に繋ぐかなと思って。いや、それは僕言いましたよ。番ただ、六に関しては、三四は二が二戦目。五に関しては三二が二戦目。六に関しては、あのどっちつかず発言、二が新なだった頑張ってって。うん で、4が、4のシンコロからないから、かえー、4、形が黒いから審ギルってのは好きじゃない。お、ちょ、待って、もう一回、ちょっと、9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、うー、ん <laughs> うん、なるほど。まあそうだね。まあ7番さんは霊媒師でてほしいって感じですかね。占い値狭めたいからってことなんかな。うん、なまあ8番おかしいよな。とりあえず うんと三番さん、4番さんが2番さん二ぜって言われたけど、うんまだいいや、つける必要もないかなって思ってる。うん、8番さん、7番さん、こうだって納得いかなかったかな。うん、別に、だって、7番さん、2番さん、オカミで見て、三番さんが印象下げてたから、白いって言ったでしょ。うん、全然、ありなんじゃないうん、うん、でね、やっぱグレードは5番さんが気になったな、うん。っていうのも、五、あのー、番9かあなんでで、49黒か、これ。 五番さんさ、あの二番さんそこまで死んでみたのがよくわからんかった。うん、まだ別フラットでいいかなって思ってたし、あのー、なんでその人外なら出たくないレベルとか、うん、二番さん死んでみるならさ、五番さんそういう発言言わなくてさ、うん、あの、勝手に出とけっていいんじゃないのっていうのは思った。うん。正直六八がわかんない。めっちゃグレーって感じかな。うん。 まあ7番さんは2番さんに資料を出しもらいで出てきてるから最悪強靭だろうね。うん。まあそんな感じしかわかんないな。うん、1番のプレイヤーは発言してください。9番のその終わり方バグかね。あとりあえず置いとく。ちょっとね、あの、俺最後の位置で、ちょっとぶっ飛んだ発言する。行くよ。ちょっとぶっ飛んだ発言するよ。うん、行くよ。もうちょっと先に言っとくよ。えっ、ー、とね、あ俺、例の試合じゃない。ねっ レノ能者じゃないレ能,能出てほしい。えっ、ー、とね、2番目の段階で,であの、2週目で出てんじゃんと。俺のぶっとの発言いくよ。6黒、7すら、89強どっちか、89強ロどうこれなんかありえそうな気がする俺。ありえそうな気がする。うーんー。じゃあ2番目せ2、2が7にしろでしょ ?7 が3にしろでしょ 4だよ、4。うん、7が4にしろやっえ、1か8は ?7 すら期待してるよ、うん。7すら期待してるよ。部屋村じゃないこれ。と思ってるよ。でね、はい、じゃあここ,こ,こで終わり。俺のぶっとなんて終わり。でいくよ、3、4はね、2が新面に見えない。ありえない。5は逆に死に見える。この3、4 5の動き俺好き。好きっていうか何回な。このみんなそれぞれの意見。の潜伏ね、別意見も載ってだから3、4 5非常に、総括に考えて非常にいい。 非常にいい。動きとしてはみんあの黒目、白目とかじゃなくて非常に動きがい,い。この分かれてる感じが,いい動がいい。動きがいい。穏やかにきますか。かょっと長い。で、俺のことにんん7がスラして6が黒。6, 6はどっちつか ?6 がふわふわしちゃったよね。3 4,、4五だからもっと3、4五に触れてほしかったな。そういった意味でちょっと6を怪しめに似てる。そして7がスラして8、9にどっちか強度がいる。あ、はい、以上。2>, 2番。 のプレイヤーは発言してください,ーださいえーとそうですねあのうん自分がえっと発言が遅かったっていうのはもう締め取りづらくなってるなまあ、あー5番あうわお <laughs> 5と9がレのねはいでもどっちかが嘘やねうわ難しいなそっかってなるとちょっとまあ なんか、7が私、裏人って出てんのに、まさか占い師出ると思ってへんくって、ってなると、強人え、でも強人、そうやねんね。強人って何、何あの、村で出るんかな占い師って。でも分からんけど、まあ、まあ、分からんけど、久しぶりにしたから。うん、てなると、まあ、とりあえず59は置いといてってなると、6、<え>8、8ってある 1? 1? え、ちょっと待って、うん。せやな。3、3もいる ?3 名な。3、6、8、1の中で。ってなると、やっぱ3番さんはまあ、<30 8. S 1> 私にも突っ込んでたし、まあ、ちゃんと、まあ、2周目も発言しはりさやなっていうのはあるし、6はまあ、なんか、そんなに印象がなかったのかなっていうのは、あれ覚えてないから。うん。で、8は7番さんに突っ込んでたから、 なんか納得い,いかへんみたいな言ってたから、まあまあ、それはわかるかなーって感じで、1番さんはなんかいっぱい言ってて分からんかった。とりあえず、6番さん、ちょっと怪しめです。2周目。あっ、3番のプレそこで6番怪しまな私、ちょっとぶっ飛んだ発言します。二のシーン切りました。このレギュレーションで7が出るメリットがない、強靭でうんで。 強じで、デルメリットがない。このようが多いから、俺今日2位から行きたい。で、相方は俺8やと思う。2番8にほとんど触れてなかった。1はないと思う。1番はぶっ飛んだ発言したんだよ。え7はすらあるんじゃないか。俺も一瞬あるかなと思ったんだよ。2>, 2番がこんなナチュラルな発言してたっていうのは、5番の言ってることも分からんではない。ただ、6番に1つ引っかかったのは、7番っていうのは、2、5は露骨すぎる。あ、違う、ごめん、8番か。 露骨すぎるなっていう発言してた,してたよ。あたかも25でラインをつなげて見ているわけではなかった。うん、うん。かな。俺はもうわりかし28やと思うけどね。あっしよしは僕、狩人です。決め打ってください。はい。役の命令です。今日2いってください。うん、えっと、例のはね、俺9が偽やと思うね。7に白打たれてる時点やったら7圧倒的白やと思うけどね。うん、4番のプレイヤーは発言してください。<え> <laughs> うん、僕もね、3番さんと一緒、2番さんのシーン切るね。えー、っとね、2>, うん、2番さん目線ってグレーって俺も入ってくるはずだよ。そう。俺も入ってくるはず。うん。しかも、2番さん目線って7番さん白だから7番さん強人で、5級、どっちかに狼がいるんだよ。しかもそ、しかもじゃねえそれを置いておくって言ったんだよね。5級置かないでよ。どっちかに狼いいんだよ。って思った。で、うん、まあ、例のだったらね、俺も9番さんかな。 9番さんが偽やと思うであの,9番さんの意見って、うんね、34の,、えーね、の言ってることも5の言ってることも分からんみたいなあの。2を新目で見れる理由も分かんないし、新目を切る理由も分かんない。うん、これってね、うん、6番さんの意見とまるで一緒。なのにもかかわらず、68、まるでグレーっつった。俺、そこ気になったかな。俺が見ていい、うん、だから俺も9番さんのね真は切ってる。だからもう、29は人外確定やなと思ってる。以上の理由から。 5番さんに関してはね、そんなね、うん,うん。俺、叩かれたけど、黒くないよ。むしろ白い。全然白い。もう5番さんの方が新目ある。それぐらい言っとく。<あ>っていうかもう5番さん、芯で決め打ちたいぐらい。う,ね、うん。まあ、6番さんに言われたのはなんだっけえっとね、片白が黒いからといって、決め打たないでほしいって言ってたんだけど、例えばね、芯が、 まあ、例えば7芯で僕が強人だとしても7番さんって白が出るんだよ僕の結果って。で、俺が強人だから強人でめっちゃ黒くなったとしても7の芯切るの。うん。それちょっとね、引っかかったかな。俺今日9番釣ります。9番釣ります。以上です。五番。 このプレイヤーは言発言してくださいこれちょっと場面難しくなったね。俺がね俺の意図を一応説明しとくよ。俺は別にはっきり言って2のシーンは <laughs> まあ正直追ってないんだけど、俺は2のシーンがあるよって言って、後から出てくる陣、まあ、外だとしたらね、そこに俺で新名取れるんかって圧をかけただけなんだよね、ぶっちゃけ。それで出るか出ないかを見たかったっていうところ。あの時点で例の使用すると、役職一応まだ心境は分からないにしてもね、俺が役職って言ってそういう発言をすると、うん、それでちょっと、 がだから、3目線の話も分かるっちゃ分かるんだけど、2で死んでおいた場合、7が強人で、これなら新目取れるって出てきたっていう線も俺は追ってたんだよね。だから、必然的に9が黒になるから、俺は9が黒硬いと思ってるんだよね。2、うん、二の狼確かに新目はないんだけど、2が狼かって言われたら、俺、正直、2をね今日釣ってもいいんだけど、新目はないから。うん ただ2で黒が出る気が正直してない。あの発言と、あの <laughs> 7白出てんのに5級どっちの狼っていうのも精査をせずにだよ。チャット使用したにもかからずね。俺なんかナチュラルな気がしてしょうがないんだよな。まあ、3番がシンりだから2行きたい気持ちはわかるけどね。攻めるこれ。7新こ,この後7の発言が新名があるんだったらめちゃめちゃね、2釣りっていうのは俺は飲めるけど。 2白出た場合だよね、問題。2白出たら結局2七が新居になってしまうでしょまあ、9が2の色何て言うか分かんないけど、そこなんだよね。そうなった場合、も、まあ、そこからじゃあ5級のロールは間に合わないからね。ちょっと迷ってる。3の新ンに,に乗りたい気持ちもあるが、俺は2の狼線は薄いと思ってるから、9の狼線がめちゃめちゃ高い以上9つってほしいなと思うが、ちょっと七の発言聞いてから判断して。別に2が飲めないわけではないからね。 6番のプレイヤーは発言してください。う,ん、いうん、2番3目線、5泣に一人路いるのに、その考察が全くないことから、2のシーンは切りたい。それは3、4、5ともに一緒。うんうーん なんか叩かれた内容で3、4、5はあれで6番はふわふわ2番のあの発言で真偽分かる方が怖いわてかそれの方がおかしいと思っているだから叩かれる要素としては納得いっていないんー5、九だったら9の方が断然に攻め9番が6、8に対する殴りの理由が特大ブーメランだから うん、2>, 2番さオオカミあるかなって5番さん言ってるんだけど2番さん2攻めと言いつつ2番さんに行くのを躊躇しているいやもう7番さシ新ン決め打てもいいレベルじゃない2番さんシーンやったら勝ち目ないと思ってるそれぐらい2番さんのシーンがかなり低い強人でもオオカミでも2番さんを釣ります、うん <coughs> 7番のプレイヤーは。 発言してください。はい。今日2番に投票してもらえれば確定で人外が絶対釣れます。で、8番に関して僕の意見に納得できないって言ったけど、僕2番狼で見ています。その中で5が露骨にラインを繋ぎすぎなのかなって言ったけど、見方が僕はおかしいと思っているって発言してます。僕は8番が自分で言っていたこと先に言ってます。25ラインだったら露骨すぎるけどなくはないという考察を落としている。まず8番聞いてくれ。だから、25も考えて、で、9番に関してそうなんだよ。8番 しかもその後、俺、グレーでは8が圧倒的に黒いと思ってるよ。理由として、2番って7に白出してるよね。2番目線、僕って狂人確定だよね。その目線が8番。えー、僕のことを叩きつつ、全く出てこなかった。9番に関してはその発言が出ていた。2番、5番、狼、8番、狂人とかもワンチャンあるのかなっていう風に考えている。正直、259に縄使ってもらって僕進行、僕、えー、新進行してもらえるんだったら、占い結果でこの村絶対勝てます。えー、4と3が村確定しております。 なので、えー、259全部名は使ってもらうっていう進行でも全然いい。占い結果で見えてくるはずだ。僕を護衛してもらえれば、あーただあれか、黒見つけれないときが、ノの心境で考えたとき、618。俺、8がやっぱりくせえと思うんだけど、時点6、1番はポジション的に白いと思っています。だから、普通に今日、 うーん俺レイノーだったら9の方が真なのかなと思ったけど結構合芯で見る話がありましたけど正直2番に入れてもらえれば絶対確定で人外は釣れます狼が釣れるはずだだから2番投票お願いしたいグレーだったら8番が僕の意見僕2周目8番怪しいと思ったよあの段階で2の相方56で見るのおかしいか891から僕は2レイノー出ると思っていたその段階なら5 6 2超か見てもおかしくないだろう8番 のプレイヤーは発言してください。八九一二例の出ると思ってた。二例の出たら。え、本ちゃん二の相方。え、三番まじで言ってる。俺でも三番にあれでしょ。二八六されてるんでしょ。俺、それ二番は全然二釣れますけだけど。全然二なんかラインないんで。ラインなんないんで。で、七番本ちゃん僕のくさいんでしょ 2じゃあ2新しんきじゃあ新きり新子も三四五六前半が前半がもう村の総意よに言ったら過半数が二番新きってるんでしょ乗りますわ本じゃ二番釣りますわ本じゃ八人で割れた皆さん、ね、<laughs> うん全然ないんないんでねねで七番本じゃ僕のやってください七番さん僕のやってくださいあなたもう新新新でもみんな村の総意で七番さん新になってるんですよなんか裏縄りをとしてんな,なた僕のこと臭いんですよね僕のやってくださいもんさいんで せやね、5番さんどうしたのなんで5番さんなんであんなにクソしんめたかったのにどうしたのそうそう番おかしいよね、うん、今の7番の発言聞いて5番さんどう思ったら教えてほしいかな。僕のこと臭くて562番さんの相方が56だと思ったのは89120の方が出るからいや、占い師を大正解やったんじゃねえか結果。で似つていいの 安定で5級の、5級の2戦目高い方からいかないんですかでもそう言ったら8、2ラインに追うんでしょそうだね。ごめ、まあ、んなくせ発2つてりますね。うん。正直ね、8番さんの言ってることの方がまっとうだと思うよ。今日に関しては2番さんのね、そこまで俺は芯が切れるかっていうとね、微妙なんだよな。うん。 あのなんか4、6、8が全員俺に攻めって言ってるけど、正直この段階で2番さん連るくらいなら別俺でもいいけどな。うん。7番さんの発言力強すぎて、これでもしね、2番さんが死んで7番さん強人だったらマジで村滅びると思ってるよ。わー、うん、8番さんすは強化してるけど、んんん今日に関しては、うん、にの、例のないこと言った意見に関しては、8番さんは全うだなとは思ってる。うん。で、そうだね。 うん、グレーのオカミは3択かな。7番さん、強靭だったら4番さんで囲いてる人も全然ありそうだよね。ななうん、4番さん、そこまで2番さん釣りをしてるからね。うん、しかもなんか、霊媒信号もよくわからんし、俺の方偽で見てる。んでしょ9番、強人で2番かばったように見えるな、うん。うーん、どうなんだろう。8番さんがふわふわしてるからわかんないけど、普通に怪しいけど、多分一1番さんは人狼じゃないかな、人狼ではないかなって思ってる。468に、 うん、グレーにオカミ行くならここら辺かなって思ってるけど占い行かねえよ普通はただ村が2って言ってるから2に行くよ俺強心だし <laughs> 俺普通になんていうの霊媒俺釣った後に5番さん釣ってもらって普通に2番さんのシーンも追う進行にしてもらいたいけどねはっきり言ってだって5番さんの発言からあの俺を固くない狼オカミで見るっていう発言があるのねうんそれってさ 27に強人が出てるっていうことじゃないのかな分からんけど。2審で見てる感やな。確かにだって2番さん偽で追うならさ、2>, 確かに2番さん偽で追うっていうのにさ、そのうっちゃくコースって明らかにおかしくない。普通に俺は5番さんつってほしい今日は。1番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。今日2つおります。僕は2つおります。いやあ<の> <laughs>、あの、例の、例の審議は置いといて、 7、2で考えたら2の、2の方が圧倒的に新名がないでしょ。それは結構みんな村の創意でしょ。ということで、2の部署。で、あの5等級の,あの霊能者さんあの、君たちの偽物の方は、2を黒と見るか白と見るかで頑張ってください。それ次第で明日の考察変わっていきますよ。はい。でね、2番はね、2番が本当に死んだら、あの遺言で白くなって。 もしくは、あのー、久しぶりに会って、新の売れ、新の占い師を取ってしまった、運命をちょっと。<laughs> <お>8黒出すねあの引きの、引いてしまったことにちょっと後悔して、で、次の村で頑張って。だから、遺言で白くなってねば、もしあなたが死んだら、って感じね。うん。で、えっ、ー、と、3カリで、我の号泣、5級、5級の、うん、グレーからいこうかな。グレーはね、とりあえずね、俺は 7, 7の占い、 で任せろ八白でいいと思うんだけどど八黒もワンチャンあるだろ絶対白の方がいいよな。よったね、九の方締めない。あのね、自分ず本当の霊能だったらね、自分釣りは認めちゃいかい、うん、絶対白でいいよ。だって黒本当に黒やったらもう死んで終わって終わりやぜ。八つって俺噛んでレイロラみたいな感じになるかもしれない。レいの釣りで。でうんあとはもう。絶対白だよね。これあとは。 喋り方の印象だけで言うと、やっぱ5の方が考察は伸びてるし、だってもうすでに読んで囲えてすらし。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。オオカメ8以外でも首絞めえねえよ。レイのは残るぜ。今日3が噛まれるよ。2>, 2番。 のプレイヤーが選ばれました急に入れたんが248か,24か2番のプレイヤーは発言してください,ださいはいえー、と一番さんの言う通りもうあの久しぶりに会ってほんまにあの占いして出た時は、えー、マジビビった <laughs>、うん、ほんまにもう皆さんもうほんまにあの村人の人 本当にもうマジでごめんなさいあの全然みんなの新名取れへんかったっていうのがもう私のせいやかられれあのほんまにあのまあ、私ほんまにマジ占い師なんですけどこれはもう7番さんにんがにやられたなっていう感じ <laughs> 7にしん白出したのにみたいな感じかなちょっと久しぶりすぎて5球ででのしようで5球釣り になる発想になれへんかったから、ちょっとそこにも突っ込まれたし、まあちょっとほんまにもう、なんていう、すべてに対してもごめんなさいとしか言えないかな。うーん。そやね、それほんまにもうマジでごめんなさい。うーんかなーかなーうーんいい。そやね、もうほんとにごめんなさい、皆さん。あの、私のせいで、村の人たちが負けて、<laughs> はい、もう申し訳ない。あの 真の占い師がいなくなっちゃってもう本当にで結局どこを黒だと思っての頑張ってくださいみんなあのはい本当に頑張ってくださいなんかねえ懺悔の時間みたいな感じになってしまったけど本当にはいあのブラビット陣営さん勝てるように頑張ってくださいすいません夜が来ましたで結局2番はどこを狼だと思ってるのかい <laughs> <laughs> うん。 黒出した奴が死んだよ。朝が来ました。黒出してくれるようなちゃんと。昨夜死んだのは。三 <laughs> 番。うんうん。 4番のプレイヤーは発言してください。えっと9番さんが2黒、えー、5番さんが、えー、ニシ白。なるほど。うーん、そうだね。俺9番さんに言った理由としてはね、あのやっぱり霊能の真偽をつけて決め打ちの場面よりも27の決め打ちの方が絶対に簡単だと思った。うん、9が死んだねというのもね、2番さん人外だとして、人外だったらこれ絶対 絶対ボロ出てくると思ったんだよねで5九どっちかからさあのボロが出てくると思えんうんだから昨日は9番釣ってほしかったんだけれどもうーん,うーんえっ、ー、ととなると2番さんが7に白で2番さんがあ9番さんは2黒だうーんなるほどまあこの結果からするとね結果だけで見ると9番さん新芽だよね うーん俺、やっぱ7の新芽の方が高いとは思ってたから、で占いは新路で出てくるもんだと思ってるから、うん、ニクロ,うん、ニクロの方が西郎よりは納得はいく部分はあるな。で、9番さん、うん、俺気になったんだよね、でも2周目の発言で、9番さんってさ、俺がさ、2番さんを釣りをしたっ,つって言ってたけど、俺、最後に多分入れてたよ、9番さん釣りでって。 3番さんの精査には同意するけれども、今日は9番釣りって言ったはずなんだけど、うんそこ、捏造してきたのか分かんねえな。う,ん,うん。例の5番のプレイヤーは発言してください。今4番最後発言途切れたけど、例の1から5から行くって言おうとしてるな、きっと。 俺ね、結構今4はね、疑ってるんだよね、昨日から。昨日から俺を真で決め打ってもいいって発言を残してるんだけど、2白が出たつタン、9の神名をガッと上げてきてるね。俺4のすり寄ってる感すごい感じてて、俺昨日3が2行くって言ったけど、俺は昨日から言ってた通りね、2のあの発言で黒が出るとは正直思ってない。思ってなかったよ。で、結果白だから、これ27が神強だから、9が狼やっぱ硬いんだよね。ていうかもう狼黒しかないんだよ、あそこ。2が一応、今日で、 7ないもんな。この場合7狂人だから2が死んで場合、死の場合ね。そうすると9、どうしようかな。これ挽回結構きついぞ、これ3。まあ分かるけどね、気持ち的に2の心切りたかったのは。 結局、9のさで、あとね、4の今の黒要素一応上げとくんだけど、5級からおかしな発言が出るとは思えないって聞ける、9番機の2周目の最後に、まあラス前だけど、2を釣るぐらいなら俺を釣ってほしいって柱発言をしてるんで、ね、その後で、いや、最終的に、ああ、そうなの、あんな柱発言して大丈夫なの、俺は人狼だと思ってるけどなと思ったら、5を釣ってほしいって釣り先を5に変えたよね。じゃあ、その2を釣,釣るぐらいなら俺を釣ってほしいって発言、一体何だったのかって話になるんだけど、うん、そこに対して4が全く触れずに、うん ニクロを打ったつたんね、急に新名があるって言って、まあ、最後の発言は聞けなかったけど、多分あの話、口調からいくと、霊能から行くなら5から行きたいっていうところで、俺、49、7強の49黒黒を追うべきだとは思ってる。一応これが俺が残せる最大限の考察ね。二のあの発言で正直、黒は俺は追えなかったね、っねやっぱり。別に1周目シーンとかどこっていうのは、8番がなんか俺、何だったのって言ってたけど、あれだから出るか出ないか圧をかけただけね。もう完全に俺目線は27が心境盤面だから。 9がオオカミ確定なんでだ,だから今日は9つってほしいただ俺は噛まれるから、ねうん、3が噛まれてるから9の黒結果は村には残せないがここは必ず心境盤面なんでまあ9を死んで見,見れるっていうんであれば話は別だよ今日は9言ってほしい、うん、6番 のプレイヤーは発言してくださいうださうーんどちらにしろ今日は9でいいんじゃないかな2番さんで黒が釣れてたらそれでいいし、えー、2>, 2番さんが仮にシーン白だったのであれば5番さんが死んで残せるしどちらにしろ今日は9番さん釣りじゃないかな<ん> 5番さんは49黒で追ってる。で、8番さんは何で追わないの ?7 番さん強人で追ってるんでしょ、5番さんそれだったら8番さんも入るし、まあ、初日過去の線で見るんやったら4番って上げるのはわかるけど、<coughs> ただそれを4で定めるのはどうなのかなっていうところはある。今日は9番さんでいいんじゃないでしょうかね。うん、うん。9番さんも飲めるよね。9番さん,死んだったら2番さん黒連れてるんだから。 もう今日は9でいいんじゃないですか。7番のプレイヤーは。 発言してくださいまず9を釣るなんてクソ弱い信仰は絶対に取らせません9は真の霊能者で2番はオオカミですでえ5番に関して25オオカミではないと僕は思っているだったら確定黒にしてくると思うんだよなので僕は5番が強人で8番で白が出た8番強人だったら5がオオカミなんだけどうーんだったら俺は黒確定黒にしてくると思うのねだから8番はマジで村陣営だった正直結構 怪しいいと思っていたそして6番「昨日2を釣っていい」っていうふうに言っていたはずだってことは俺のシーンを決め打ってるはずなのに今日9番に行こうとしているっていうのはすげえ勝ち筋作ろうとしてる狼にしか見えない1番9番が自分投票でもいい占いに行くぐらいだったって発言があって1番は2番に行くって言ってる実際2番黒ですなので1番は限りなく白いことから僕は絶対6番に行ってもらいたい48白9は真です6番投票お願い8番のプレイヤーは 発言してください,ださい、うん、5か6に決めます、今日5か6。4に関してはもういいです。もういいです。7新、新進行で言ってるんで、4に関してはもう全く疑いません。<う>もう一生投票しません、あなたには。はで、5番さん、あのね、あなた筋通ってませんよ。ね、5に関してね、2で黒出ると思わなかったでしょ、あなた。あなた2で黒と出ると思わなかったのに、なんで2投票してんねん。ね、9かなり2戦目見られてる。みんなが2戦目見られてるけど、<う>9に関して5番投票してんねんね。 ね、それが村の信あなために。9番は5番投票します。5番は2番は黒と出ると思わなかったって言ってるのに2番投票して2番白で結果出て、で4番さんは疑ってるんでしょう。5番全く数字が通ってません、あなた、うん。6に関しても安定信行で9つるんですか何言ってるの6番に。2で決めるとあれには安定信行で9つるん、うん。わけわかりません。もう5、6つりきりでいいと思ってる。1番どう思うのこれ一番。1番どう思ってる 5にかし、全く数字取ってない。え、もう、例の決めシーいじゃん。2シーン決めてんやろ。で、2黒って見てんやろ。じゃ、5でいいんじゃない。じゃ、5行くあかんのこれ。えよ、5で。俺は5でいいよ。で、7番3見ても9進でしょ。じゃ、5行きましょうよ。そうしましょうか、8番さんた,にたし。<laughs> お前黒か。たにお前89か、これ。89か。<laughs> 5番3全く数字取ってない。4の黒ってある9じゃねえ、ワンちゃん5番も7番シーン決める信号で、ね。え、でも、6番でもいええんか。 もうそれ気に入ります、例の。5いきます。いいよ、番で。のプレイヤーは発言してください。どうやんーとねー。あの、安定釣り、安定釣りって言ってるけど、俺は昨日時点ではっきり言うけど、俺釣り飲んでたからね。うん。だって2番さんつらい釣りたくないって言ったの俺じゃん。うん。なに5番さんさ、昨日2番さんに投票しててさ。うん。じゃあなんで昨日2番さん、5番さん釣ったんだって話だよね。うん。 だから俺は占い師軸で考察すればいいなって言ったのに、5番さんは2番さん投票して足し、うん、みんなも2番ん行ったよね。うんただ結果2番さんで黒が釣れたから、結果良かったけど、ななね、うん俺は正直危ない進行だったなーって思ったよ。うんでね、あの、 8番さん、明日7番さん、あのー、6番さん占えばって言ってるけど、あの、7番さんに多分、あの、明日ないと思うよ、俺は。うん、<laughs> そうやな。番さん噛まれて、残りな名で、5番さん釣ります。な俺、今日、五番さん釣ります。ま6、1の最終日決め打ちになるでしょうん。うん、それで当てられ、自信があるなら安定釣りで俺釣ればって感じ。うん。 正直、四番さんに疑えてるけど、も四番さんの精査を俺,俺目線する必要がなくなった。八<期>番さん、多少疑っちゃったけどね。で、八番さんに関しても、うん、今日五番さん行くっていう、素晴らしいことを言ってくれた。<laughs> うん。ありがとう。うん、だから今日五番さんって,言って、<laughs> ね、もう、残り三縄で、もう5、五、六、一、ロラしましょう。うん。正直、なんか六番さんが安定ずり、安定ずりとか言ってるけど。いや、明日 PP だよ、うん、ほぼほぼ。 てか二個でいい釣れば絶対 PP。昨日二番三の二発で決れたね。うん今日は五番さんだよ。以上。一番のプレイヤーは発言してください。あれこれ俺がおかしいんかな。九ずりでいいんじゃないの？なんか七八九に木にマクシれマク立て上げられた感じはあるけど。ごめんこれちょっとまあ終わったら教えてよその勝ち数じえ今日九でよくない？ だってさ、なえっと、2番が、二番、7番にちょっと聞きたいけど、7番目線には絶対黒なの。よく気づいたね。強人あるんだけど。やっぱ占いって振動で決め打ってるの。そういった意味で、その発言。それとも、2は絶対黒だっていう人外目線の言い方なのかな。うん。いや、9いかない。9目線に黒が出たのはわかるそしたら、5、5級で、霊能で、信教でしょ。 うん。で、だけど今日九目線もに人外連れてるんでしょ。今日九釣りのんかね。飲んでくれんかね。いやいやいや。縄がもうそれ売い結果残すね。俺,俺噛まれんだから。感じの人間になるかね。え、これ俺安定進行ダメなのこれ。安定進行でいい。<laughs> でもそれは弱いよ。<laughs> な<で>はっきり言うけど。なんでなんなんで五七八はそこまで五二セット置けるのか。 なんか今チンチンクリステ何で見れるのかなって。え、あり得るくないゴーがシンっていうのも。のゴーメセンしがシンはあるので。お前、ゴーが実はシンはあるんだレーノでシンってことでしょ。ごめん、キュークます俺はキューク。ごめんね。え間違ったてころで。キューク。投票を始めてください。オラじゃないべ。 絶対九は釣らせねえよ。絶対九釣らせねえよ。九 <coughs> 番のプレイヤーが選ばれました。これ八黒か。俺噛んでくれじゃあ。九番のプレイヤーは発言してください。さい,ーんいや四番さん五番さん入れて欲しかった本当に。 うーん、5番さん入れてくれればさ、もう勝ち確盤面だったのに。そうあー。最終日、4番山んと8番さん、どっち残されるか分からんけど、うーん、頑張ってね。うーん正直、6、1同じ発言言いすぎてて、どっちが狼かはっきり言って分からん。うーん、どうなたかな1番さん、まあ、怖いっていうのは分かるけど。俺が見ていいぞ。 うーん。気持欲しかったなぁ。まあ、そうだね。怖いっていうのはわかるよ、全然。うん、うん、それは村目線だと思うよ。ってなると6番さんになるのかなうん。5番さんが最初から俺のことをオカミで追ってるのとかおかしいでしょ。うん、以上。どうしよっかなぁ。ご釣りは PP で勝ちやけど、これ、が来ましたどこ占おうかなぁ。 いや、さすがに俺噛むでしょう,うん、投票で浮き彫りだもん 朝がました <laughs> 昨夜死んだのは1番4番のプレイヤーは発言してください <laughs> はいえっ、ー、と9番さん黒ねうん 俺もね、占い師ってやっぱりね、進路で出てるもんだと思うんだけれども、うん、だけれども、2番さんが死んで、7番さんが強人で、圧倒的に新芽を取れたからこそ、8級は出られなかったんじゃないかなって、出なくてもいいやと思ったんじゃないかなーって、俺、若干思った。号級の発言を聞いてからなんだけど。うん で、5番さんに言っとくけど、俺、別に5番さん釣りたいと思わなかった。これ、難しいなって言った。うん。例から手つけるにしても無理だなって。精査できる自信ないなって言おうとしたんだけど、うん。まあ、でも7番さん、新進行を捨てるとなれば、俺もグレーに戻っちゃうわけなんだけどね。もう、それも重々承知で言う。うん。 うん、俺、だから今日8番行きてえなって。い<や>8番さんがね、<カ>あの5番さんの芯を決めうっ、ああ、9番さんの芯を決め打った理由が、え、うん、4番何言ってんのえ、4番あれなんだよね。確かに2番さんの黒って納得は納得だけど、100%信用できるかっつったらそうでもないと思った。うん、だから俺8釣りてえなって思ってんだけどな。うん、で、7番さん占い先1番さんか。そっか。 うんどうなんだろうまあ七級オオカミはないのは分かってるんだけどね逃がしになる七は強人だからねうん <laughs> 5番のプレイヤーは発言してくださいいや昨日九が連れた時点でもう村勝ち確だよ、うん、4番は疑って悪かったね本当そこは申し訳なかった昨日あそこで九に入れてる中に人狼は絶対いない で、789が勝負、勝負を急ぎすぎて、ね、789の矛盾ってい思いっきり上げといてあげよう、このあと78のが発言っだから、まあ、6も多分気づいてるわ、もうこれは。実昨日は確実に9ずりだった場面っていうのも、まあ、仕事が終わってるからっていうのも一点だし、だから絶対9つって、29で黒お互い言い合ってるわけなんだから、絶対に PPA を受けないのは9ずりだったんだよね、で、78、7が俺ずりをして、8も乗っかって、9も俺って、そもそもの俺ずりが間違ってるんだよね、9、789目線 7、8、9、揃って9を死んでおいて、2で黒で落ちてるんであれば、狂人の俺を釣ってどう,しどうするのって話。それを釣りに押しに来るんであれば、大前提としてね、新郎新郎だから俺を釣るっていう発言がなければ、狂人を釣るんじゃなくて、2で黒が落ちてるからこそ、グレーを釣る余裕があった場面なんだよ、昨日はね。安定の俺なんていうのは存在しない。狂人なんかほかっとけばいい場面。だから俺は今日も言える。2、7で真教だからね、2が死んだと今でも確信しているから、7の狂人はほかっといて、8を釣れば今日。 100%ゲームが終わりよ、うん、もう4、6も気づいてるよね、きのの7、8、9の俺を釣って決めに来た感じ。もうここにぶれる要素はないと思ってる、7を釣る必要は全くないね。俺を釣るっていうこと自体がもうすでに矛盾してたんだよ、7 8,、8、9今強靭を釣り殺して何がしたかったの、あなたたちはって。今日これに思いっきり反論してみなよ、7、8、揃ってね。8番、8番思いっきりやっちまったな。9の芯決め打ったら、2で黒落ちてるんだから、グレー詰める盤面なんだよ。1なら余裕があるんだよ。9の芯が終えるならね。 今日は8で100%わるんで、うん、もう俺は8クロしか折ってないからね。8で終わらなかったことは考えてないよ。8釣ってくださいね。6番も,もう大丈夫だよね。7今日だから他といていいよ。噛まれてないしね。そもそも7がね。なんでって話。6番のプレイヤーは 発言してください7番さん強人で8番さん黒なんじゃない普通に。昨日なんか9番さん3以外ないし7番に至って6番さん3とか意味わかんなく言ってるしね7番さんが死んであっても2番さん黒確定じゃないでしょ2番さん白で強人もあるでしょ7番さん目線なのに2番さん黒確定して9番さん死んで5番さん3おかしいでしょ7番さんの視点7番さんが死んだったらかなりほんまにどんまいっていう感じその視点おかしい。 どう考えたら9釣りしかない、い昨日は。で、8番さんは、えっ、ー、と、7に白を出されての7に丸々のっかりの5番さん釣り7なんか6釣りって言ってるから、ね、全然意味がわからない。うん普通に、7強人8コロんじゃない、うんー、うん、昨日五5番さん釣りだけは絶対ないよ、うんうん。5番釣りだけは絶対にない。今日は8釣る。それで負けならそれでいいぐらい。おかしかった昨日は。以上。7番。 のプレイヤーは発言してくださいうんだからそもそも僕は6番を釣るのが一番ムラリがあると思っているまず、えー、僕はほぼほぼ2番オオカミで見ています9の新芽が圧倒的に高いだったら初日2に投票してる理由ってなんだ5番に関しては4くさいと思うって昨日発言していて2番に初日投票しているんだよおかしくねえかえー、なんでそうなったんだまず 理由を聞かせてほしい。2番に関しては、つらりギアグレー性差一切なし。俺は圧倒的に5が偽だと思ってるよ。5番、狂人。5番が狼であるなら、あそこ確定黒にしてくる盤面だと思ってる。だから5番は狂人名が非常に高い。ってなった時に、8占った結果、白が出てるんだよ。そうなった場合、僕目線、1番、9番が柱発言的なことをしておきながら、1番は2番に行くという進行を取った。1番って限りなく白いよな。ただ、昨日、9番に行く。それ安定進行でも何でもねえよ。じゃあ、なんで初日この村はの をを釣っっっててるるんんですか僕のシーンを決め打ってるはずだそそもそも焦ったんじゃないよよ今日俺を噛まなななかったらこれ村勝ち確定なんだよなぜなら、えー、6、5って順番に釣っていけばこの村は勝ちだから、8番がもし強人で5が狼みたいなありえないんだよ。なんでかっていうと、昨日8番っていうのはご釣りを押したのね。これは強人なら絶対しないムーブであるということ。8番の村証明です。で、えー、じゃあ5番目線、2番が強人っていうパターンはないんかもって言ったら、6番釣られなきゃ5番目線勝ちだもんな。 昨日は絶対本来は6行くべきだったただ5と9の乱的になっていたそうなったら僕は新名の圧倒的に高い9を残しますこれは当然だじゃあ5番、えー、なぜ6番が黒ではないんだそれだけ教えてほしいわ2が強であるなら、えー、6が黒になるんだよ その目線がまず5番から一切出てこないのがおかしい5も6も2を釣ると言ったのに昨日急釣り進行これは明らかにおかしい初日に2を入れるべきじゃないからだ5番狂人6番狼でしょう絶対6番投票お願いします8番のプレイヤーは発言してください、はい、じゃあね5番に言うとくわあのさ君が筋通ってないからあなたに投票していね,ね5番は2番のこと白、えー、黒で出ると思ってないって言ったから 言ってんのにかかわらず、2番を投票して、で、2番経過しろ、で、4番疑って、4番の黒いをあげますって言ってるから、あなたは筋通ってない。だから5番さん通して。全然旧新,新規名とか全然言ってない、ね。5番さん、あなたが筋通ってないから、あなたに言ってない。で、七番、新規名進行したんでしょ何を今ら言ってんの ?5 番、本じゃお前教授な。教授が進化わからんけど、新規名と本じゃほっとくわ。うん。狼オれに行くわ。 もう7番新進行でもう4には全く疑いません。もう何あなたに4番が何言われても私はもうあなたに全く一切投票しません、ね。じゃあ6番さん。6番さんは4の進行論わからない徹底言ってて、どっちなん ?6 番さんどっちな本じゃ結局。どっちがあれなんどっちが神のみてんの ?4 は進行論わからない。2の新切りたい。5、9なら9の方が2攻め。どっちのやつや9し釣りでいいんじゃない安定進行でいきましょう。で、今日になって9は、あそこは9釣り。 9釣りしかないでしょう。はい、8釣ります。七教授に見て8釣ります。はい、6番さん、全く言ってること意味わかりません。6番さんの。6番さん、1周目の、1日目と発言めっちゃ変わってますけど、大丈夫ですか、6番さん。4黒の可能性は大丈夫ですか、6番さん。5番さんに関してはもういい,でい,いんだよ。もう、うん、じゃあ、5級しんじゃ新規用でいいんだよない。新規用でいいな。ほじゃあ、もう5番さんいいわ。残すわ。ね。5番様子は9番人狼教えるんでしょ。ね。じゃあ、もう6いきますわ。うん。正味もう、ようわからん。この進行わからん。うん。 負けでもいいと思ってるこれ、この村。うん、2、2、シーンっとって、いきなり今日7シーって、僕釣りか、うん。もうわけわからん、6いきますね。投票を始めてください。4番8行きたがってたかな。これマジで しよしそれでいい !4 番よく決断した。でもそれが正しい本来。6番のプレイヤーは発言してください。え <laughs> マジで ?4 番さん、私逃げた。うん、お疲れさん。強振しよう。あ、そうなんですかまあいいや。うん、まあ負けですね。お疲れ様でした。 ちょっと一服してお休みします。七番さん今日じ八番さん黒じゃないの？四番さん黒なの？<laughs> うん。四黒もあるよね。五番さん。うん。八番さん黒やと思うんやけどね。うん、強陣つけてるから無理だよ。なに <laughs> それ？だって七が強だ。五番さんが黒か？五番さんが黒？ で、7番さんシーン、8番さんなのマジでいや、それはるで七番さん、6番さん釣りって言ったんだべマジ意味わかんねえわ。8黒じゃないの、うん、8黒だよ。夜が来ました。目を閉じてください。えー、でも黒出ししたら、レイノー釣るって占い釣ってやることじゃねえよな。 なんて言ったら伝わりやろ穏やかに言いたいここで七なかみまあ、ごつりになるんですかねその場合。朝が来ました。<laughs> 負け筋だよ、そんなの。まあ負けないけど。昨夜死んだのは。 4番 <laughs> 5番のプレイヤーは発言してください,ださいまあこれはねむろ弱しと言わざるを得ないあそこでまさかブレるのは想定外だったなそしていや釣った瞬間に強人使用したところで27新教が透けてて7が8に。 囲ってね8がもう強靭つけてんだよ7強靭って確定してるからこそ789で昨日決めに来てるってあんだけ言ったにもかかわらず4が、うん、あの78の発言で正直ブレる要素がどこにあったのか俺には分からないけど4がブレてしまった以上ね終わったんだよあれね強靭ようなんか狼目線全く意味がない、うん、普通に4か5巻で7自分に入れますって終わるだけだからね4番さんあの強靭よう自体に意味がないってことは4番が盤面が終えてないってことは俺にははっきり分かった <laughs> 2 7新居しかありえないんだからね8目線必ず囲われてるんだよ4番釣った時点で負けが確定で強靭使用には何も意味はないだから俺も強靭使用はしていない時短で7に入れるお疲れ7番 のプレイヤーは発言してくださいまず2七信教は透けてない2がオオカミのパターンもある2が強人だった場合7が死んだから6オオカミ確定する4番は7が死んで2教もありえるから6番に投票したんだよ安定的にえー、てか2番に投票したんだから急釣り進行は正直意味ないぜはいもう終わりじゃあ5番お前投票だよ終わり <laughs> 8番 のプレイヤーは発言してくいうれてくいおえちゃん、<laughs> ナイスです、おえちゃん。<laughs> おえちゃんって言う、うナイスです。で <laughs> かさ、5番あのさ四4番に攻めメののあれやけどさ、2番にありよ自分しし。自分らしんうないっつってますで、初日ニチさん、誰一番に ?13567、1356。<laughs> 引っるね、お前 <laughs>。1356。やまりに。ごばんさんは、4マさん、セメテルけど、セメルしかないよ、ごさんは、4番さん、攻めてるけど、攻める資格ないよ、五番 はい、うん、5番投票します。ならば8番で5番投票します。お疲れ様です。PP です。終わり。<laughs> 投票を始めてください。穏やかにオツですわ。って言う穏やかなオツですわな。なこれ。<laughs> だったら2をつっちらないつっちゃダメなんだよ。そもそもが。5番。 のプレイヤーが選ばれました。<laughs> ゲーム終了。人狼の勝ちです。ああ <laughs>、占い師はありだね。まあ、二番ちゃんはな。そのメタメタやったし。ワンちゃん狂人はあったかもしれない。なあ。 だったらそもそも初日売らない行くべきじゃねえよ絶対よ <laughs> し日本の長文は TS で確認してくれ <laughs> いや悪い人はいないよそんなに意外と世の中悪人なんてそんなに存在しないんだなって なあれ9釣りになるんだねだったら占いやっぱ手つけちゃダメだなって思うけどだって結局2七神経を透けてんのは5が真だった場合だけだしその証明ってできないし9が真だったんじゃないかなって8白大正解やったら「誰や黒出す」とか言ったやつどうすんねんオカミやったら <laughs> 狼オカミだし。 2が強靭やと思っちゃったんやろな狼目線も8白で初めてあ良よかったっていう2が死んだ脱税してるおいちゃんはもういませんさっきの5と当たると感情釣りされちゃうから避けてますそうだったら最初から例のやっぱ行くべきなんだよどうしても